では、2つのペットボトル、タンブラーなど、倒れても取れないものであれば、持ち込む基本となっております。続きまして、お手元の資料についてご案内いたします。皆様にはアンケート用紙と、次回以降のセミナーのご案内をお送りしています。アンケートは講座終了後に参加させていただきますので、ご協力をお願いいたします。説明は以上となりますが、ご質問どうございますでしょうか。それでは本日の講師の先生をご紹介いたします。アマゾン経理アカウンティング部門で第1期に続いて講師した講師の野村英寿後藤先生です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。皆さん、改めましておはようございます。おはようございます。はい、ちょっと最初に言ってみますけど、今日ビデオ撮影してるんで後ろ見ないと。一人見ましたね。大丈夫です。ちゃんと映らないように設定はしてますね。はい、で僕はですね、ちょっと自己紹介させていただきます。今日はね、黒字体質に変わる、全員参加型経営の経営数字の基礎講座ということですね。テクノセンターさんの主催で、講師が社長の武器学校三大塾後藤部長と私が担当させていただきます。で、軽く自己紹介させていただきますとね、僕は三大塾という学習の、2004年です。2004年の2月17日、まあ、僕の誕生日なんですけど、そこで創業しました、ね、32歳で創業して今46歳なんですけど、約15年ですね、経営をしております、ね、で、もともとね、日照簿記検定とか、まあ、いわゆる簿記検定試験ですね、これを中心にもう23歳からずっと講師をやってきてますから、で、まあ合格をさせるプロと、要するに教えるプロということでずっとやってきたんですけども、最近はね、経営者15年でやってきましたので、もしもしね、ちょっと経営者のね、立場が分かるようになってきましたので、ちょっとそっちの方の切り口もね、簿記の方もしゃべっていこうかなということでね、そうですね、4、5年ぐらい前ですかね、4、5年ぐらいの経営者向けの簿記というのをさせて、ね、いただいているようになります。で、テクノセンターさんとのね、ご縁が結構長くてですね、14年です、ね、創業した時からずっと、年一からね、呼ばれまして、社員というですけど、4月にね、新入社員向けで簿記の研修産業というか研修っていうのは毎年毎年呼ばれまして、で今年も呼ばれましてお話をねさせていただきたいというとですけど、今回は9月だね、その経営者向けですね、経営者経営幹部向け、そしてパンフレットのね一番下にも書いてあると思うんですけど、現場のね社員の方にもものすごく役に立つという講座をね、今日作りました。ね、はい、ちょっとね、喋っていきます、ね、で、ちょっとだけね、もうちょっとだけお話をさせていただきますとね、この講座ね、僕年間なんで実は一番楽しみに行きます。50ね、今回ちょっと後で示しちゃいますけど、ね、56枚のね、ちょっとレジュメをね、作り上げましてね、創作期間してるんですよ。去年からずっと構想しとって、ね、で今実はこちらね、柴田さん説明するね、柴田さん説明するんですけど、塾生の方なんですけど、毎週木曜日にうちのね塾にいらっしゃいましてね、4月か3月でね、4月か3月ぐらいから通い始めましてね、患者行政書士ということで、経営者ということなんですけどね、ある組織にね、ちょっとご縁をいただきまして、ぜひね、ちょっと数字が弱いから、ちょっとね、僕を勉強したいということでいらっしゃったんですよ。で、最初はですね、柴田さんのこう要求をね、聞いてね、作ってたんですよ。で、自分一人一人作ってるとか、一人一人本作ってるんですよ。で、柴田さんとヒアリングして、柴田さんって何をこう募集していきたいのかなとずっと聞いてる中、あ、なるほど、例えば、この本やと。ね、数字書くとでかい本や。いて10冊ぐらい立ち読みして、でパート見て、あ、こんな本がいいなということで、この1冊僕は自分なりにオリジナルのレジュメ作って教えて、で次さらにヒアリングしてみたら、どうやらコンサルタントやってるみたいなということが分かってきた。本人も分かんなかったですよ。でも聞いてる人分かってきた。だから多分これだと、この本がドンピシャということでね、3冊ぐらい見つけてきましてね、それを僕のオリジナルで書いてたんですよ。そのレジュメが実はこれなんですよ。今日皆さんにね、お渡しするこのレジュメです、ね。だからね、これは本当にね、なんかすごく苦労して出来上がった自分の息子みたいなものでね、すごくなんか今日ね、楽しみにしてたんですよ。ね、で、
のちょっとね名前も書かせてもらったんですけど、昨日ねちょっと張り切って筆文字であの僕筆文字が好きなんですけどね、理由は一つあって字が下手、筆文字ごまかしが効くんですよボールペンはねごまかしが効かないんですよ、だから字下手でも筆文字にすると味が出るんですね味が出るということで筆文字が好きな、でもう一つはね間違っても多少間違ってもね塗りつぶしができるんですよ筆文字ってねだからよく僕間違えるんでそれもいいなと思ったんですけど、なんとねこれ1個ね、ちょっと言っちゃいますね、このファイルが高いんですよね200件もするんだよ、これねびっくりしちゃう A3 だから200件するんだよ、12人でしょ、結構かかっちゃったもん、コストだね56枚でしょ、コピー、ね、500枚のやつ買ってきて、実は半分失敗しちゃったから750万使ったんだ、これコピーだからうちのコピー機もう真っ赤くなっちゃいましたっていうことを昨日ずっとやって、ね、よし、張り切って筆文字で書こうってやったんですよ、そしたらね、ちょっと見てほしいんですけど、今日はね、本当は全員参加型系でしょ、ちょっと見てください、レジメント表紙です、ちょっと俺は違うんですけど、全員計算型ってんでしょ、うん、最初に書いてない人間違っちゃったんですよ、俺全員計算型だったんですよ、これは直し聞かれるって言って迷ったんですけど、昨日30分ぐらいどうすっかな、またちょっとジョイフルの方がいて勝ちくなのかでも言わなかったのか、もうダメだと改造も今やってないですね、改造本物とかね売ってないということで、しょうがない、これは苦肉の策で逆にしたんですよというちょっと失敗をしながらね、ちょっとやってるんですけど、あの分かってきました、僕のキャラクター要するにこの仕事大好きなんですよ、この仕事が天職だと思ってね、やってて、その中でもなおかつ今日はすげえ楽しみに来たんですよ、ね、だから1週間前にね、あの美濃センターの高橋さんから連絡があって、今回12人の方いらっしゃいます、大盛況ですって言ったら、よく楽しくなっちゃったの、しかしって、もう遠足に行くね、子供みたいな感じですよ、ほんまにね、だから今日ね、あの俺いつもシート8時に起きてくるんですけどね、なんか6時に瞑想来ちゃったんですよね、で、来ちゃってね、1時間早く来ちゃってね、で、ちょっと準備してね、やったんですけど、いや今日はね、すごくなんか偶然なんかもね、重なって、すごく楽しいみたいなと思ったのね、で、一つ偶然ありますよね。一つ偶然、このクラスで引き継ぎました。実は少し変えたんです、席順を。最初この席順じゃなかったんですよ。俺が変えたんです。なんか気づいてます。ヒント、スポットこう。紅白歌ってるんですよね。ちょうど66じゃないかということでね。いやー、皆さん狙ったように。よっぽど歌が好きなんだってね。そういうちょっと宣言。ね、ちょっと変えさせてもらいました。ね。ね。で、あの、全員参加ですけどね、全員参加があって、経営者と従業員、ね、経営者と従業員ですね、立場のズレっていうのがあるんですね。立場のズレ。ね。経営者の方は、後で言いますけど、利益が欲しいと。利益ですね。しかし、利益を上げちゃうと、ね。費用が下がらないといけない、コストが下がらないといけないから、人件費が下がっちゃうと。そうすると従業員の方はちょっとやめてくれと。ね、利益いっぱいね、会社に残すんやったら、ちょっとボーナスが欲しいってなるんですね。そこのズレなんですよ、ね。そのズレを解消するっていうのはすごく難しいんですよ。ね、これ経営者の方と従業員の方、両方悩んでるところですね。そこを今日、ね、皆さんが今日のね、扉を開けて帰るように。勉強に続くと、いやこれちょっと会社に帰ってね、まあ、従業員の方は社長に教えて、ね、で社長の方はそのまま実践して、ね、自分のナンバー2見るね、教えて、ね、持ち帰っていただいてやっていただくとね、すごくいい感じでくるくるとね回ると思います、ね、で僕自身が一応サムライ塾っていう塾の経営者なんで、小さいじゃん、僕一人で興味がありますね、4人まで雇ったことあります、一応ね、アルバイトですけど4人までちょっと膨らませた時があるんですけど、今やっぱ1人で、勝負になってるんでやってます、ね、だから経営自体はやったことないんですけど、ただし僕の前はね講義をやってきたんですよ、と簿記の授業をやってきたんですよ、20人30人40人50人100人の授業をやってきたんですよ、これって経営と同じなんですよね、みんなの士気を上げるっていう経営者の役目なんで、ね、これは多分使えるなと、経営はやったことないんだけど、
従業員一人一人の士気を上げるっていう多分ノウハウは26年間やってきましたので、これは多分伝えることができるだろうということで、ね、最初は半年前、吉原さんの正直に来る前はちょっと引けてたんですよ。俺経営やったことないのいいのかなと、こんなの喋っちゃうというふうに思ったんですけど、いやできるわ俺と。なぜなら合格率、ね、日本一の合格率ずっと上げてきた男やから、俺だったら絶対いけると。でこの合格率をね、今回は会社の利益を上げると、ね、会社の、ね、業績をアップするというところに多分シフトしていけば、これは多分同じじゃないかなと思ったんですよね、うん、で、2日前にあるビデオ見たんですよ。それが証明された時に、ね、まあ、藤原和彦さんっていう方がいるんですよ。あ、失礼です。杉並区の校長先生、民間初の校長先生になった人がいるんですよ。義務教育で、もともとリクルートをしてます。でリクルートの組織術っていうのを30代40代で勉強してきて実践してきて、ね、で40代になったらよし、ちょっと全部投げ捨ててね、今までのキャリア全部投げ捨てて、この自分がやってきたノウハウ、マネジメントを、リクルートのマネジメントをね、かっこいいできましたら、ね、うまくいっちゃねえかなと思ったらしいですよ。みんな反対してでやったんですよね。そしたら大成功ですよね。今全国で講演やってると、ね、三角形ってキャリアの構成の三角形なんですよ、ね、それを今ずっと喋ってる方なんですけど、その動画を発見して、ね、ああなるほどと、これ俺がやろうとしてることとバシッと合ってたっていうふうにハマったんですよ、うん、それで、ちょっとね今回ね、もともと大丈夫かなと思ってましたけど、でもさらにあこれ消そうやなということでね、ちょっと今回予習していきますね。じゃあね、今日はぜひねここ会社と思ってください。会社です、ね、だから皆さんは別々な会社の方が、ね、今日集まりましたけど、この一日だけは同じ、ね、会社の共有者ですよね、うん、って思っていただいて、どんどん対応してほしいんですよ、ね、で僕ワークショップやりますよ。僕の一方的な喋りじゃないですからね、必ずもう書いてもらえますから、ね、でそれをね今日2人のね隣の方チームと、ね、ちょっとやってもらうということでいっぱい取り入れますからね、うん、一つもねあくびさせませんから今日ね、うん、いいですかね。はい、ということでね、俺がアップしたんですけどね。はい、今日は全員参加だったと思うね、全員参加です。ね、遅れてきたとかね、ちょっと名刺交換ね、最初するのでね、まだね、休憩しながら、ね、名刺交換してないからね、どうも来てみてください。はい、よろしいですかね。じゃあ僕のね、話はとりあえずここまでにしまして、とりあえずね、皆さんの話を少し聞きたいんですよ。2、3分ぐらいですね。何をこの講座で学びたいのかなってことを知りたいっていうのを必ず作るやるんでね。はい、ちょっとお聞きした方2、3人いるんですけど、ちょっとお聞きしてない方も多いんで、ちょっとそれをね、最初にさせてください。はい、じゃあ。